どうもじゃゴッドです。今日もバーサスカズの解説をやっていくと思います。じゃあ見ていきましょう。このツモは開幕 DT ホカ、いや、TSE にしたか。開幕 DT ホカ TSE と言おうとしたところだが TSE にしていく。さあ、これ TDSD パーフェ強いぞ。アイミのジェイミので TSD パーフェ取れる。しかし、相手も一応 TSD パーフェを取れるツモではあったか。ツモではあったけど、こちらの方がツモ順的に、パフェを取れる速度が速かったので、こちらだけ一方的に取ってはいたが、状況的には、どうだろう、ちょっと不利かな。相手 T スピンシングルから、TSD テトリスまとめ打ち体制で強い。さあ、だいぶ競り上げられたけど、なんとか堀の目はありそうですね。ジェイミのジェイミの Z ミの真似の6連かな ?6 連、うん。6連まででしっかり端っこ歩みの埋めて、これは地形的には強いですね。さらに、相手に穴バラがかなりいってるので、アイミのまでの堀連のルートで、T スピンダブル打とうとしたけど、今フェイントかけましたね。相手の T スピントリプルなのを見て、しっかりフェイントかけて、総裁外して、STMV ケーブで、T スピンダブルからのテトリスの的道が刺さっていく。相手は、アイミの脳気味だったかな、多分。アイミの端っこに置こうとしたのか、ちょっと真ん中あたりに置いてしまって、TSD 組みずに、刺さる。完全にオーバーキルで刺さっていったって感じでしたね。さあ今回は、どうだろう。一回ダブルミラーで掘りに行っているが、相手 TD アタック強い。TD アタックで T スピントリプルからダブル。さあ相当直列で来てしまったが、エルミノの置きミスしてしまう。さあこれは、いやまあまだ直列あるんで問題ないですね。直列があるんで問題はないけど、ちょっと不利かな。エスティティックマジックとテトリス、バックトゥーバック切らさずにどんどん火力を送っていきますね。こちら5連までのホリレンのルート。そのエルミノの1ライン消しはちょっと無駄消しになってしまった。火力高い。エスティティックマジック、究極エスティティックマジック地獄。で、さらにここで途中 DT 組みに行く相手。なんとか T スピンダブルで、総裁間に合うか、T スピントリプルは間に合わないですね。いやー、この試合はもう相手の火力効率高かったな。とにかく中系テトリスで、T スピンダブル、テトリス打ちまくって、とどめの、ま、確実な DT 放っていった感じですかね。罪的にも結構平らだったんで、非常に攻撃力も早かった。さあ今回は、こちら、STMV 警備で火力作って、さらに千鳥講師ですね。千鳥講師という技で、T スピンダブルから、さらに T スピンダブルを先読みする形。あ、これですね。再びやってるけど、まあ、こんな感じ。再び STMB ケーブ。Z ミノ、S ミノで、横置きで T スピンを組むことを STMB ケーブって言うんだけど、それのさらに先読みで、千鳥講師。で、ホリレンで刺さりましたね。相手が、これもアイミノの機密だったかな、多分。アイミノ1個ずれて、致命傷になっておそらく刺さった感じでしたかね、多分。ちょっと自分の画面に集中してたから、相手側の画面、ちょっと怪しかったけど、多分そうだったと思う。さあ、これオキミスの STSD リカバリーうまいと言おうとしたところがエルミノのオキミスしてしまう。今のエルミノのオキミスは一応、T スピンダブル打つことは可能だったけどと言おうとしたところは、ちょっと今の間に合うのか。早いな、相手。刺さったかと思いきや、なんとか速度で、T スピンダブル間に合わせてきましたね。そしてこのホリレンもうまい。Z ミノまでの8連のホリレンうまいが、こちらも一応堀の目はありそうですね。エルミの、Z ミの、T ミの、アイミノの8連が強いが、どうだ相手 J ミの、T ミの、こちら Z ミノの置き身辛い。5連までの堀連乗るとね、T スピンが間に合わないと辛いですね、やはりね。どうだったかな今の。T スピン組みに行かずに、T ミノで、普通に妥協消しするべきだったかな。まあ、結果論になっちゃうけど。これは相手の T スピンダブルの、耐久というか、まあ、速度で TSD を間に合わせたのが、素晴らしかったです。さあ、これ T ミノ、Z ミノ、J ミノでパフェ取れるけど、相手の火力が遅れてきたんでパフェ取れず。さあ、これ受けて、相手の攻撃を受けた上での、ホリレンの継続ですね。しっかり攻撃を待って受けることによって、連の方を増やしていくと。さあ、ここしっかり総裁外して T スピンダブル打ってって、ウェイ入れで、S ミノリカバリーして、しかし、まり、置きミスしてしまったのは置きミスしてしまったんで、ちょっと差し切れる火力は送れなかったですね。さあ、テトリスからエルミノ、
ジェイミノ、Z ミノと掘っていき、おっと刺さる。地形的にはだいぶ良いように見えたけども、アイミノと、アイミノがなかったのか、アイミノがなかったプラス、まあ、屋根が間に合ってなかったって感じですかね。ちょっと積みすぎたパターンかな。かなり間に合えば、Tスピンダブルからまあテトリスやらいろいろすげー積み込んでいたんで、かなり火力が遅れそうな形だったけど、まあ、強気な積みということでしたかね。まあ、間に合えばめちゃくちゃ強いし、間に合わないと、もう一気に刺さってしまうという。まあ、結構メリットデメリットある積みだけど、あのね、もう常に、この相手はね、かなりもう強気な積みから一気に火力を送ってくるスタイルなんで、まあ、こういうのが、こう、そうすか、そうさないかっていうのは、まあ、結構ありますね。もう一つ見ていきましょう。まあ、間に合えば相当強いんでね。リスクリターンというか、まあ、リスクもあるけど、まあ、その分リターンもあると。さあ、今回は、パフェ済みだったが、パフェが取れずに、中開けテトリスに発生していく。さあ、相手 DTTKI 狙いたい感じのように見えたけど、ちょっと間に合わずに、しかし、歩みの間に合う。なんとか総裁は間に合うが、どうだ。こちら有利ですね、依然と。さあ、しっかり総裁外していきたいところ。テッドリ、総裁外したかったね、今の。総裁が外れずに。しかし、まあ、依然と有利ですね。ダブルテッドリス送って、有利ではあるが、どうだ。あいみの置きミス、いやー、無理か。あいみの致命判定になっちゃいましたね。あの、あいみのの場合って、その、あいみのが一番致命判定になりやすいんですよね。あの、4ライン分、てか、横に4ラインあるんで、あいみのは。あの、出現位置がね。だから、めちゃくちゃその、他のミノに比べて、かなり致命判定になりやすいんで、注意が必要です。さあ、そこに相手、エルミの斬新な置きミス。開幕 DT 砲を組むような土台の置きミスをしてましたね。エルミの S ミノと。さあ、あれは厳しい。火力しっかり、まあ、それを見ていたので、総裁外しで、そのまま火力を送って刺しに行きましたね、これは。さあ、今回も、こちら DT4、相手は、開幕 TSD。で、これ、ジェイミノで先読みですね。ジェイミノで先読みで、Tスピンダブル。相手が、Z ミノの秘密。これもしっかり見ているが、それをうまく、Tスピンダブルでリカバリーしてくる。総裁外してまとめ打ちしているが、相手の地形がまあ、下穴直列でいっているので、これはまだ差し切れそうにはないですね。しっかり相手テトリスにしてきて、こちら、エスミノの先読みだ、おっと、アイミノが間に合わずに刺さっていきましたね、今のは。間に合えば全然まだまだワンチャンありそうではあったけど、まあこちら引き続き、エスミノで先読みの TSD 作っていたので、全然まあ、アイミノ間に合ったとしても、火力自体は遅れてましたけども、まあでも相手もアイミノ間に合えば、さらにアイミノでテトリス2連発遅れていた形だったんで、どうだったかな、まあ、5分ぐらいでしたかね、状況的には。しかし、間に合わず下がっていく。まあ、耐久の時の速度っていうのも、かなり上げてますね。自分の場合は相当上げてますね。その、基本的に安定を重視しつつ、まあ、耐久するときは速度上げたり、相手を刺しに行く場面だったら、速度上げたり。まあ、そういうその緩急をつけていくか。そういうね、あ、もう理想のスタイル。まあ、それがま、自分の中で理想のスタイルだと思ってるんで。速度出すときは出す。出さないときは、まあ、安定重視みたいな。そんな感じですね。じゃあ、もう一つ見ていきましょう。これはパフェ済みじゃないかな。開幕パフェ済みですね。開幕パフェ済みで、相手が、ちょっと、普通に開幕 TSD か。ちょっと珍しい開幕だったけど、普通に積んで TSD でしたね。さあ、こちらしっかり攻撃受けてからちょっと迷っている。一回攻撃受けて3ライン消し3ライン消し。これ T スピンダブル組みに行って TSD テトリスまとめ1体制。これは地形的に相当有利ですね。相手が若干地形的にデコボコしているんで。しっかりとした総裁外しからドネイトで TSD テトリスまとめ1強い。相手 Z ミノをまだ1ライン消しすれば耐えそうな地形ではあったけど、イベント辛かったか。まあ。耐えれたとしても相当有利であったんで、諦めたのかな多分。ちょっと分かんなかったですけど、刺さっていく。さあ、今回は、こちら。
先読みはせずに、掘りに行きましたね。ちょっと先読みをしてしまうと地形が悪くなると察知して、掘りに行った。しかしこれちょっと危ないぞ。S ミノ S ミノで掘りに行っているが間に合うか。 T ミノ置いて I ミノ間に合う。端に大ミノ置いて I ミノ間に合う。ギリギリ間に合ったけどどうだ。3ライン消しして2ライン消し。相手のテトリスが怖いところだが、アイミノを置きミスしてしまって刺さっていく。アイミノで4ライン消ししても、でも相手 T スピンダブルからテトリス即座に、打てる形なんで依然と辛いですね。 T スピンダブルを組みに行っていたんで、今のはどうだったかな。 T スピンダブルで火力をその保持しつつ、総裁を当てなきゃ厳しい感じでしたかね。あのテトリスを打ってしまうとその後の火力が遅れそうな地形ではなかったので、 T スピンダブルで、しっかり火力を保持しつつ、さらに、テトリスで総裁を当てる形じゃないと依然として辛かった。さあ、エスティティックマジックを送られて、こちらは、地形揃えて、てかライン揃えて TSD テトリスの地形で、さらにバックトゥーバック切らさずに再び TSD。 相手も総裁ちょっと間に合わなかったのかな。しっかり間に合ってないのを見て総裁外してテトリスよく見て、テトリスから、エルミノで妥協して1ライン消して T スピンダブルですね。この今のそのバックトゥーバックついてない状態でも1ライン消し挟まってることによって連が継続されているので、バックトゥーバックついてなくても今の5ライン飛びますね。なんで、ああいう消し方を しましたね。さあ、これはちょっと相手が開幕下っているところね、しっかり連積み込みだが、ちょっとこれはさすがに妥協しすぎたような気がするな。もうちょい積んでもよかったような気がする。T スピントリプル用の、まあ、総裁があったので。しかし、さらにそこにアイミノの置きミスしてしまって、連が途切れてしまう。T ミノ、ちょっとこれ置き方悪いな。エスティティックマジックを送られて、J ミノで、アイミノ、間に合わないか。やっぱり致命判定でかいですね、あのアイミノ。他のミノだったらまだ刺さってないのに、アイミノの致命判定でかいんで、刺さってしまう。ちょっと連が繋がんなかった、その後のミノの置き方も悪かったし、もっと普通に積み込むべきだしね、これは。さあ、DT 砲でこっから削っていって、2ラインで削って受けて、テトリスを送る。TSD から相手は、地形揃えて、しかし、ちょっと置きミス辛そうだが、まあ、テトリスの総裁間に合いますね。エルミノ、ジェミノか、ジェミノ回転入れでリカバレしてるが、しっかり相手見ながら、1ラインでも総裁外して、こちらまあ直列できてるんで、相当有利なんで、ここまで受けてテトリス送る。Z ミノ超えるか？いや、超えないか。相手 Z ミノ超えずに刺さっていきましたね。まあ、安定重視で、こちら、さらに、TSD からテトリスの まとめ位置体制が整っていたので、これは非常に強いですね。この試合は、まあ、相手の攻撃をしっかり受けて、テトリスを送ることを意識したのが良かったかな。連継続中でも、連継続中の場合って、その、相手の攻撃を受けてから、撃つスタイルって非常に強いんですよね。まあ、なんつうんだろう。例えるとすれば、こちらに、その、連を繋げる飽和がなかったとしても、相手の T スピンダブルとかテトリスの方が火力が上回ってる場合って、まあ、受けることによって、そのラインが、まあ、運だけど、ラインが作られるので、それでさらに、まあ、連をね、繋げられるっていう、まあ、メリットは一応あるので、確率としてはね。まあ、今のは別にそうではなかったけど、しっかり相手の攻撃受けてからの、テトリス、送ったのが非常に良かったって感じですかね。まあ、連が繋がってるからといって、まあ、むやみやたらに打っていたら、しっかり相手に総裁当てられちゃうんで、そこをしっかり見ながら、火力を送るっていうことが重要になってきますね。はい、じゃあ、こんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。